今回はキープガチャのおすすめキャラについて話していこうと思います。とは言ってもちょっと正直なところ、この辺のおすすめキャラってその人のモンスト頑張り具合、どれだけガチ勢かとか、その辺によって変わってくるんで、あんまり細かいキャラの順位とかその辺はつけずに、大まかな枠組みで話していこうと思います。でどれが重要かはその人で選び取っていただければと、みたいな、そんな感じでいきます。でキープガチャがどういうガチャなのかっていうと、明日から始まりまして、1日1回ガチャ引いていって、出たキャラを2日目以降はどっちかいいなって思う方を残していって、最後に残った方を受け取るっていう感じですね。だから明日から引けるんですけど、実際キャラ入手できるのは2週間後ぐらいだったかな。なその辺の時差はあるんで、いろいろお気をつけくださいということで、すぐ例えばホームズとか出ても入手できませんよっていう感じね。ただ注意したいことが一つだけありまして、おそらく公式さんのこのキープガチャの画像を見る限り、どっちのキャラを残しますかみたいな選択、2日目以降選ばされると思うんですけど、この画面だけ見て選ばされるような気がするんですよね、今までの傾向上。だからあれ、このモンスターって持ってたっけとか、このモンスターと似たような性能のキャラ確かボックスにいたよなみたいなことを思った時に、ボックスを見直すっていうことができないんで、本当に用心したいよっていう人は自分のボックスのスクショとかそういうの持っとくと安心できるんじゃないのかな。あとはまあ余裕のある人は豪絶とか近畿のクリアモンスターとかも取っとくと、そうあれこのモンスターってどこに刺さるんだっけみたいなのがわかるからいいんじゃないのかなと思います。というわけでおすすめキャラ話していくんですけど、まあとりあえずネオ、このキャラ出たらもうキーパーガチャ終わりです。その後引かなくていいっす受け取り忘れにだけご注意してお疲れ様でしたみたいな、そんな感じですね。多分鬼滅から始めたあんまりモンストよく分かってない人ですら、ネオっていうキャラはやべえみたいな、そんな認識はおそらくあるんじゃないのかな。もう赤座様もだって、牛太郎もムザン様も全部ネオとなんか組み合わせてクリアしたみたいな動画結構あるもんね。だからまあ、このキャラ出たらもうすごい十分です。複数体持ってても全然いいんで、もし鳥獣とか仮に引いて1体ゲットできましたっていう人も、3体以下だったら全然持っていていいんじゃないのかな。ハロワ2体、リバース1体持っとけば、まあそれ以上はおそらく困ることないんで、まあ4体5体とか持ってたら他のキャラに回してもいいけど、それ以下だったらもうネオで終わっていいんじゃないのかなっていう感じです。で次はエビスとアナスタシアですね。この2人は他の劇獣とか鳥獣限定、バサラとかオニャンコポンとかその辺よりかは一つ上のランクにいると思う。まあこの2人出てもほぼほぼキープガチャ終わりですね。まあこれより上は個人的にはネオしかいないと思ってるんで。エビスに関しては貴族性のほぼほぼ殴り最強枠、かつネオのコピー枠としても優秀なんですよね。それをコピーして貴族性のリフレクションリング出すみたいな、そういう動画は探せば至るところに転がってるんで、まあ興味持ったらどうぞ。でアナスタシアに関しては一つは貫通の砲撃、これはもう低難易度とかですごい楽々だし、普通に近畿とかでも使えたりするんですごい強い。でもう片方のビンターアナスタシアはもう神殿の最高率枠なんで、これ持ってると持ってないとじゃあソロ勢の人は本当に神殿の効率変わってくるんで、まあ持っとくとすごい助かるかなっていう場面多いと思います。そしたら次は強い限定キャラたちですね。アナスタシアとかエビスとかよりかはちょっと汎用性劣ると思うんですけど、それぞれが強いものを持ってるんで、場面によってはさっきのキャラたちよりも優先して使う場面っていうのは出てくるんじゃないのかなっていう感じ。これらのキャラもおそらく出てきたらほぼほぼ超えることはないと思うんで、まあずっとキープし続けて終わるっていうこともあると思います。で機長はやっぱり砲撃型ですごい強いし、あとカノンはまあダウトですごい使われてたり、近畿の27とかで使われてる、あとはまあ24とか30とかでももう片方のカノンの分岐の方は使われてるかな。でシャーロックホームズは最近重心化したキャラだし、あとはムザン様ですっげー使われてたんで、まあこのキャラがどれぐらい強いかっていうのは皆さん大体ご存知かと思います。でカマエルは低難易度周回だったら大体カマエル使われることも多いんで、アナスタシアとカマエルの方が使われてる印象なのかな。まあそんな感じなんですげー使われてる気がする。あとは属性限定なんで、あのアナスタシアよりもすごい入手はしにくいですね。まあそういう分岐重心化キャラとか属性源モンコレ、オリエンタルトラベラーズのかなり上位に位置してる限定キャラたち、これらはまあ出てきたらほぼほぼキープし続けて終わるっていうパターンになってくるんじゃないかな。まあここに並べられなかったけど、ザドキエル、まあ水で大体使われるとか、マナとか法聖典、あとはビナーもかなり12月に株を上げたんで、復帰した人はビナーの強さに驚くんじゃないのかなと思います。この辺は大当たりの部類に入るんじゃないのかな。そしたら次は豪絶の適正キャラたち、特に4周目以降の豪絶適正は持っとくとかなり当たりの部類に入ってくるんじゃないのかなって個人的には思ってる。なんでかっていうと、4周目以降の豪絶キャラたちって一部ダウトとか、あとはカウシーディアとか、あとアビニベーシャとかは近畿の26以降の適正として入ってきてるんですよね。だからそういうキャラを
まあその適正持っとくってことは実質近畿の適正キャラ入手するようなもんなんで、これ持っとくとかなりいいんじゃないのかな。近畿挑もうとするときに豪絶のキャラ入手してそのまま近畿に行くみたいなこともできるしね。あとはまあここに書けなかったけど、運枠として強いイグノをぶっ壊してるブラックリリーとかサマ適正の茨城とかエリミネイター完全にぶっ壊してるオーチドリとかも出てきたら、かなりずっとキープし続けることにおそらくなってくるんじゃないのかなって思います。で次は近畿の適正キャラたち、特にやっぱり難しいって言われてる26の極以降の適正ガチャ源は持っとくと助かるんじゃないのかな。で昔と違って今はその豪絶の適正キャラ26だったらダウトとかいろいろ追加されたんで、重要度はそこまで大きくはなくなったんですけど、まあやっぱり難しいって言われてるとこなんで、まあこれらのガチャ源持っとくといろいろ助かる場面出てくるんじゃないのかな。あとはまあ26の極以降も適正ガチャ源いろいろ増えてきてめちゃくちゃにぶっ壊されるようになったんで、まあ26の極だったら例えばスズランと村田さんとあとネオ、まあその辺組み合わせたら昔ほどは難しくなくなったんで意外といけるようになったんじゃないのかなっていう感じですね。まあその豪絶適正がもし入手できなかったらこれらの近畿適正持っといてもいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。そして次は強い工場キャラたちですね。モンストはいろいろと限定に近いようなポテンシャルのキャラたまに工場キャラで出してきたりとかするんで、それらを入手できるとかなりありがたいんじゃないのかな。例えばパーシーとかだったら貴族性のコピー枠としてネオと組み合わせていろいろ貴族性のリフレクションリング出したりとか、イゾルデはちょっと昔だけどアドブタ最適枠取ってるし、あとはまあこの光属性のチャージショットがもしかしたらなんかのクエスト将来的にぶっ壊すことあるかもしんない。あとはカームはもともとポテンシャルすごい高くて最近裏近畿21ここに役割もらったんですげえ使われるんじゃないかな。で昔からもう砲撃型の相方といったらペルセウス、いろいろとキャラそういうキャラ追加されてきたけどなんだかんだペルセウスもまだまだ現役だと思うんですよね。なんでこれ出てきてもいいんじゃないかな。他だとまあ、コピー枠光属性でワトソンとか砲撃型ちょっと最近は影目入ってるけどマルタとか、あとはパックとかも出てくれると嬉しいんじゃないかな。未所持だと結構嬉しいポジションに入ってくると思います。そして個人的に期待してるのが未来の強化濃厚キャラたち。モンストは毎週重心化とか重心化回とかいろいろ強化してくれるから結構その強さにムラがありがちなんですけど、こういうミカエル、ソロモン、ルシファー、モンタナ、まああといろいろいるんですけど、こういうね知名度の高いキャラはかなり強化が強めになってくれる傾向ある気がするんですね。だからホームズとかも正直ふーんくらいだったんですけど、なんか重心化してあなんかめちゃくちゃにぶっ壊れてくれたんで、まあ、ミカエル重心化回、ソロモン重心化、ルシファー重心化回、モンタナ重心化、まあ、あとはいろいろアーサーとかエクスカリバーとか天下五剣とかいろいろ期待してるんですけど、これらのキャラはまあ少なくとも弱いっていうことにはならないと思う。ぶっ壊れかあ強いねくらいにはなってくれると思うんで、これらのキャラ出てきてもし持ってなかったらいろいろともう将来見越してキープしとくっていうのもありなんじゃないのかなと思ってます。そしておそらく大半の人はこれになるんじゃないのかな。未所持キャラもうこれは本当に人それぞれ、まあそのなんかここで強いよとか近畿適正とか限定キャラ強いよとかいろいろ言ったんですけど、まあ多分大半の人は出てきてくれないと思うんですよね。だからまあおそらくほとんどの人はまあとりあえず未所持キャラ入手できたからいっかみたいな、そういう落ち着き方になると思う。私も多分そうなると思う。まあ1端末くらいはいい限定キャラ出てきてくれるかなみたいな、そんな感じですね。なんでまあ大きな期待はせずに、まあ未所持キャラ埋められたからいっかくらいの気持ちで終わることを、まあちょっと気持ち持っといた方がいいんじゃないんでしょうかということで、この動画は終わります。ごきげんよう。